さあ始まりました、ゆうばらマップ。今週はなるみさんとお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、もうすぐ4月ですよ。そうですね。ねえ、4月といえばなるみさん、桜とか、あと入学式。そうですよね。だからこれから学校とか職場で新生活始まるよって方もいらっしゃると思うんですけど、今日はそんな方たちにおすすめの情報をここ伊予鉄高島屋でご紹介しようと思うんですね。はい、楽しみです。行ってみましょうかね。情報をね、いっぱいお届けします。夕バラ伊予鉄高島屋で新生活におすすめグッズ特集。近年伊予鉄高島屋ではハンズやニトリエクスプレスなどファミリーや若い世代に人気の大型専門店が続々とオープンしています。さらに2月には5階紳士服売り場が大幅リニューアル。生活雑貨はもちろん、食料品や衣料品を扱う無印良品が新たに登場しました。広いですね。そうなんですよね。もう見通せないくらいコーナー続いてる、うんうん、ここも食料品がドサーッとありますし、はい、左側は衣料品でしょ。こっちはキッチンコーナーか。すごい数ありますよね、うん、奥までかなり商品続いてますもんね。とにかく広いですね。ね、売り場面積は県内最大。大街道商店街で長年愛されてきた店舗が伊予鉄高島屋に規模、品揃えともにパワーアップして帰ってきました。かなり店内広くないですか。そうですね、500坪になりました。はい、だってこのフロアのもう半分ぐらいあるんですかね、うん、はい、そうですね。医療生活食品と品揃えをしております。愛媛発の冷凍食品と、あと給水器も入っております。そんなところまで、はい、大体何でも揃いますね。そうですね、日用品もございますので何でも揃います。何買おうか迷っちゃいますね。いや本当に。もちろん新生活におすすめのグッズも多数ラインナップ。こういうね、ディスプレイもいっぱいあって、うん、また新生活のイメージも湧きますよね。家具もかなり数ありますね、うん、定番の収納ボックスをはじめ、机やベッド、掃除用品に至るまで、無印良品ならではのシンプルかつスタイリッシュな商品が目白押しです。あ、これこれはこれクッションですか。はい、体にフィットするソファーです。かわいい、なんか桜色で、すごいふわふわそうですよね。ね、はい、春の新色も入っております。よかったらぜひ。いいですか、はい、いいんですか。やった。あ、すごいすごいすごい。おー、もちもちですね。もちもちか。なんか腰痛とかに良さそう。こうやってこうやってテレビ見たいですね。こちら発売から20年以上経つというロングセラー商品。去年長方形タイプが新たに加わったんだそうで、座り心地が変えれるように、これ変形するんですか。すごい。ってことはここに座って、はい、あ、すごい、背中までしっかりこのクッションが自分に合わせてくれてる感じ。好きな場所に好きな体勢で思いのまま。この自由度が長時間のリラックスタイムを快適に過ごすための大きなポイント。自由自在。長く使っていただくとちょっとふたってくるかと思いますので、こういった補充用のクッションもございます。そしてこのソファーと合わせておすすめなのが、これ何ですか。膝の上で使えるテーブルクッションです。テーブルクッション、あ、これでこれで合ってますか。はいはいはい、合ってます。パソコンもできます。ああ、いいですね。なるみさんめちゃくちゃいいじゃないですか。あ、でもこのクッションによってね、柔らかいから、うん、足も疲れないし、私よく体育座りしてパソコン触ってます。私のための商品です。2人だ。さらにこちらは新発売のアロマディフューザー。ああ、巻きました。ちょっと甘い香りもしますけど。本当だ。もうなんかこう清潔感ある香りというか、うん、ね、エッセンシャルオイルを中に直接セットしていただいて、水を入れずに香りが蒸気として出てくるんですか。はい、はい、水をこぼしちゃう心配もないからベッドサイド置きやすくていいですね。コマーシャルの後も無印良品を深掘り。爽やかな春の訪れにぴったりの新入生コーディネートです。いや、これいいですね。続いてはお洋服。ゆうばら、あ、すごいすごいすごい。おー
夕バラ、新生活におすすめグッズを大特集。広いですね。そうなんですよね、もう見通せないくらいコーナー続いてる、うんうん、お邪魔しているのは先月伊予鉄高島屋にオープンした県内の店舗で最大の売り場面積を誇る無印良品。生活雑貨や食料品はもちろんのこと、衣料品も充実の品揃えですよ。こちらのブラウスおすすめです。ブラウスかわいい、シンプルでいいですね。オンオフ問わずに着回しもできますし、シワになりにくいのでお手入れも楽です。ありがたい、助かりますよね。これはね、春やっとやっぱブラウスですよね。そうですね。他にもこちらリネンのブラウスも出ています。あ、リネン、はい、手触りいいですよね。あ、でも柄があるやつもあるんですね。中にストライプ、かわいい。七分丈で前から見るとすっきりなんですけれど、はい、後ろにはギャザーもあって可愛く着ていただけます。ふわってしてて、なんか女の子らしい感じもしますね、はい、そうですね、うん、さらっとして着心地もいいです。すごい春って感じがする。春らしくて、うん、春来たね、なるみさん来ましたね。来ましたね。もちろん T シャツもたくさんのカラーをラインナップ。ボーダー大好きなんですよね。いや、なんか成美さんすごくイメージあるもん。でも本当色もかなり種類ありますよね。はい、合わせやすいですよね、コーディネートに色を入れるのも。かわいい。オーガニックコットンを 100% 使用したこちらのボートネック T シャツは、毛羽立ちの少ない糸を使用し、目の詰まった張りのある素材が特徴なんだそうです。透けにくい素材なので日々の着こなしで活躍すること間違いなし。あ、一番シャツ、シャツいいんじゃないですか。え、どうなんでしょう、もう今日ちょっと分かんないんで、もうなるみさんにお任せするんで、はい、僕に似合いそうなものを、ということでなるみさんが内木アナをコーディネート。こういう襟がついてるやつは、うん、ちょっと内木さんのイメージ通りじゃないですか。あ、まあ割と普段から着てますしね。そう、なんか爽やかさ大事じゃないですか、そうですね。そこは欠かしたくないんで、これどうですか。おー、白でいきますか、うん、これちょっと広げてもいいですか。この襟がね、まずかわいい、この襟かわいい。まあ、でもこう爽やかさは間違いないですよね、うん、なんか顔色が明るく見えます。あ、いいかもいいかもやっぱ明るくてね、乱暴ですからね。この、うん、このパンツやとやっぱカッチリしすぎですよね、なんか。そうですね、なんか崩したいですよね。カジュアルなパンツもあちらにございます。崩して崩して。シンプルな白いシャツに合わせるのは、あ、でもデニムとかで合わせても割とカジュアルでいいんじゃないですか、うん、あ、デニム、はい、あんま履いてるイメージないんで。確かに履いてないかもしれないですね、はい、小学校ぶりぐらいかなそれだいぶ最近じゃないですよだいぶ前か。これがデニム、あ、これか。なるみさん、内木アナのイメージにないというスリムタイプのジーンズを選択。スキニーとレギュラーの中間の太さで飽きのこない定番シルエット、履き心地の良さを追求した程よいストレッチ性がおすすめです。どうですかねどうでしょういざ試着。内木くん、はい。いや、お疲れお疲れお疲れ。爽やかな春の訪れにぴったりの新入生コーディネートです。いや、これいいですね。なんか久しぶりにこうフレッシュな気持ちになりましたもんでもやっぱ白だから顔色明るく見えますし、この首の襟元すっきりしてるから、なんかこう顔もちっちゃく見えるというか、すっきりまとまって見えますよ、はい、いや本当に爽やかですありがとうございます。デニムもね、なんかこう、うん、最近履いてなかったですけど、ちょっとこうアクティブな印象というか、これまたスリムタイプですよね、うん、はい、シュッとして見えるんじゃないかなと思って、うん、ストレッチが効いていて機能性のところも抜群ですので、いろいろフィッティングしてお試しいただければと思います。似合ってますよ。ありがとうございます。リュックまで仕込んでくるとは思わなかったですこれでね、これを機に僕もイメチェン、はい、この春変わりますよ。無印良品伊予鉄高島屋には食料品も充実。珍しい味やお子さんでも食べやすい辛くないものなど、種類が豊富なレトルトカレー。何まで売ってる。あ、2枚入ってるんだ。そしてスイーツ、種類あって迷いますね。どうしよう。さらには県内初の導入となる冷凍食品など、どれも大人気。2人も自分好みのセットを作って、がっつりですね。がっつりいきますよ。その模様は来週お届けします。ぜひお見逃しなく。うんうんうん、おいしい。